私はまあまあ面白いと思ったけど。 毎度毎度ベン・メイブリーです。これから代表ウィークに入っちゃうので、プレミアリーグ第7節の10試合が全部土日で全て終わりましたけれども、私がアストンビラ対マンチェスターユナイテッドのカード、日曜日の夜 Unext で中継解説を担当させていただきました。東京から大阪の家に帰ってきて、早速収録しますけれども、まあ、0対0の結果になりました。どちらにとっても悪い結果ではないかなと思いますけれども、いろいろと自 事情がありましたで現地ではかなりつまらない、面白くないゲームだなという声が多かった。そういった描写も多かったし、確かにシュートチャンスが少なかった。アクションがちょっと乏しいんじゃないかなという声が多かったんだけど、私は特に前半見栄えが十分にあるゲームだなと思いました。でも確かに日程が影響していた部分も 大きく感じたかなと思います。マンチェスティユナイテッドはヨーロッパリーグだったから、木曜日の夜、ポルトとのアウェー戦から、中2日ですね。それはもう、どうしても難しい、きつい日程かなと思いますけども、それに対してビラは中3日で、プラス1日の準備の時間があったものの、やはりバイエルン戦ですね。水曜日夜、チャンピオンズリーグバイエルン戦でホームで1対0で勝ったんですけども、 精神的な影響を少し引きずった状態でこのマンチェスィラティナイテッド戦臨んだんじゃないかなと思います。1982年チャンピオンズカップの決勝戦でアストン・ベダが欧州王者になった時以来で最も大きな試合だったかもしれません。しかも相手が同じバイエル・ミューヘン。しかも 結果が同じく一対ゼロの勝利だったということで、もう本当に大喜びの夜、そこから切り替えるのが難しいんだろうなと思いますけれども、まあそれよりも英国内の話題として、テンハーク解任どうのこうのめちゃくちゃ言われている中、えー、もともと昔から予定されていた上層部の会議が、 明日ですね、火曜日に予定されていたんですけど、その影響で、オーラのジム・ラッドクリフをはじめとする上層部が全員揃ってウィップ席で試合を見ていたので、何度か中継で抜かれました。天白どうなるかっていう話の中で、この試合が行われたのですけれども、まあ、スパーズ戦、一週間前のスパーズ戦からいろいろと修正ができたかなと。 思います。マグワヤ、エヴァンス、センターバック、コンビという選択が少し驚きだったかもしれませんけども、確かにデリフト、マルティネスの調子があんまり良くなかったので、理解することもできました。で、蓋開けたら、 プレス、特にプレスバックの姿勢がスパーズ戦よりもだいぶ良くなっていました。えー、よく連動してプレスバック行ってましたし、中盤がそれを支えて、ハイライン、高いラインがそれを支えるので、バランスはそ、それに関しては良かったかなと思います。センターバックのコンビも、マグアイも、えー、いい守備をしたと思います。ジョニー・エバンズが、 経験を生かした守備を見せて、オリ・ワットキンズに一切背後を走らせないっていう読みとかポジショニングの準備、その前もってワットキンズの動きを意識して警戒する、そのね、ベテランらしい安定する守備を見せてお見事でした彼が、現地でマノスタマッチ賞で、えー、受賞したのですけども、まあそれを受けてビードポール・スコールズが 37歳のジョニー・エヴァンズがもともとね、無所属で練習参加だけのつもりで取った選手が今、えー、本契約2年目でマノザマッチになったことが、マンチェスティー・ライトの北京がどれだけめちゃくちゃなのか、もうよくわかりますね、みたいな。 ちょっと国評もありましたけども、まあそれも理解できますが、とにかく、エヴァンスとマゴアヤがよく頑張って、ユナイテッドのクリーンシートは良かったのですけれども、クリエイティブなところであまり決定機作れなかった。アストンピラ本来だったら、本調子だったらもっとチャンス作ったかもしれませんけども、バイエルン戦は引きずってその影響も。 あったかなと思います。まあ、その後のブライトン対スパーズの試合の方が <laughs> ずっとスリリングになったので今日月曜日現地新聞どどの試合どちらの方を主に取り上げるかってちょっとわからなかったんですけど蓋開けたらそれがまあ、テンハーグの話がずっと続いているのでやっぱりヴィラ対マンチェスティユナイテッドの試合がメインでした。ここから 月曜日、英国内の新聞スポーツ欄一面を紹介するコーナーをお届けしたいと思います。ENG English News Gazette。はい、ENG English News Gazette でまず紹介したいのは Daily Mirror ですね。Eric's Board Meeting という見出し。これはダブルミーティングで言葉遊びですね。 ボードミーティングって普通 BOARD のボード、ボードミーティングというのはこの場合ボードは上層部、上層部の会議も理事会とかそういう取締,締役会とか、えー、その話ですね、えー、エリクテンハーグの解任が噂されている中で上層部が、ユライツの上層部が明日会議を行うそのメンバーがヴィラパークのスタジアムに一斉見ていたのですけどもスペルをいじっていますこのスペルは つまらない。退屈。 つまんないな、っていう、えー、気持ちになった集まりなんじゃないかな、という感じです。もう、この、えー、上層部が見た視野があんまりにも面白くなくて、ボード、退屈なミーティングとなったんじゃないかな、という意味になっています。そういったダブルミーニングですね。上に、右上のスパーズ戦、ブライトン対スパーズの話があるんですけども、アンジー・ラント as Spursy a Brighton Rocks。ちょっとスパージーと、えー、言われてしまいましたけども、あの、スパーズ らしい失敗の仕方という意味で、現地チサポート、ゲチのスパーサポートが自虐的にも使うスパージーという形容詞があるんですけども、まあ、暗示、ラン n t r a というのはちょっと怒る、怒っていろいろ文句とかは。 愚痴みたいな話を言う、厳しい話をするという意味ですねで。さらに、昨日の試合、チェルシー対フォレストで最後ちょっとね、暴れてしまったんですけども、エンゾバックスファイトクラブ。ファイトクラブというブラッド・ピットの昔の映画もあると思いますけども、エンゾはマレスカ監督のことですね。で、その最後にちょっと熱くなっちゃったクラブですけども、メンバーたちですけども、それを監督が支持している、支えている、擁護しているという意味 になります続きまして、デイリー・エクスプレス。これもちょっと言葉遊びですね。I'm s t i l l standing. えっと、エルトン・ジョンの曲があります。I'm still standing という曲があるんですけど、まだ立っているっていう意味ですけども、どういう意味かというと、めちゃくちゃ叩かれている中、 自分をもう倒そうとする人がたくさん周りにいる中で自分まだ立ってます。まだ倒れていません。まだ健在だ。まだ強く立っているという意味なんですけども、still はまだという意味ですね。でもここは still じゃなくて stale。それは <laughs>、えっと、新鮮ではないこと。えっ、ー、と、 腐りかけたこと。で、試合が stale だったら、ば、まあ、面白くない。これちょっと終わったなっていうような雰囲気を感じる。 ものですね。ですから、ちょっとデイリーエクスプレスの見出しは言葉遊びで、I'm still standing という、テンハーグの試合後コメントは、まだまだいるよ。俺はまだまだ強い立ち位置だよっていう主張を少しいじって、stale だよ。腐りかけたんだよ。というふうにデイリーエクスプレスが言っています。続きまして、デイリーメイルは、 センハーグ監督の、まあ、強気の主張を見出しにしています。They back me. そのスタンドで試合を見ていた上層部のみんながまだ俺のことを支持してくれている。支えてくれているよ。もう。 そういう問題がないよというふうに試合後にテンハーグ監督が言っていました。もそれはね、えー、蓋を開けて、えー、明日の会議の結果待ちになるかなと思いますけれども、とにかく試合後のインタビューでテンハーグ監督は、えー、上層部がまだまだ自分のことを支持しているという主張でした。えー、この写真はブレナン・ジョンソンでしたけれども、公式戦で6試合連続のゴールを 上げたジョンソンですけども、えー、大逆転をされましたね。スパーズが、ブライトンが後半で0対2から3対2へと、えー、大逆転して勝利をしました。続きまして、board and dodging というのがデイリースターの見出しですね。これも言葉遊びですけど、そんなに面白くないかなと思います。ちょっとくどいかな。board and lodging という表現がもともとあります。lodging は宿泊、board and lodging は まあ、食事付き宿泊という、まあ、決まった表現があるボードロジンでボード i ジンはですねボードはこの場合上層部のボードでド n ングは何かを避けることでこの場合は首になることが噂さされているんだけどその宿命を彼が避ける、まあ、避けているつもり彼はもう絶対 首になったりすることはないと思っている。そういう意味ですね。まあ、ちょっとくどい言葉遊びだなと思います。続きまして、I ですけども、えー、写真がブライトンのことですね。ブライトンロックという、まあイギリスのビーチリゾートのところ、海、 ゾウイの街でよく販売するロックというお菓子があります。ブライトンはそれが特に有名ですけども、ブライトンロックというお菓子があるんです。雨みたいなものですね。そういうお菓子があるんですけども、ブライトンロックというのがもうブライトンが燃える、ブライトンが大いに盛り上がるという意味ですね。で、それがもう衝撃な大逆転勝利を挙げたブライトンですけども、下の方の記事の見出しはマンチェスティーナイティテンハーグの話で、 I think I am safe despite external noise.External noise とは、外部のノイズ、外部のうるさい音、うるさい声。それはまあ、メディアとかの関係者が、それは新聞だろうかテレビに出ている人だろうか指揮者が、もうこれはダメ、これはそろそろ解任だろうなってめちゃくちゃ言われているの分わかっているんだけど、内部では、もう自分の仕事は、 安全だ、問題ない、首になる心配はないという話をテンハグ監督がしている。そういう意味になります。続きまして、ガーディアンですけども、また写真はブライトン。ポステコクルー says、unacceptable。それは受け入れられない。えー、この後半のスパーズの戦い方をポステコクルー監督がえちょっとまあ批判していたのですけども、 一番大きなニュースの方の見出しはまたマンチェスティー・ユナイテッドで Worst start 14th in league これまでプレミアリーグになってから第7節を終えて7試合終えて14位でこれまでの成績が プレミアリーが始まってからここ32シーズンでクラブワーストになっているんですが、テンハーグ says united hierarchy on board together with him。ハイラーキーまた上層部のこと、クラブ、偉、え、い、ー、さんたちが一緒に一つになってくれている。そういう意味だったんですね。もうテンハーグ監督試合後コメントがいろんな新聞で一番大きな話題とされていますけれども、 そのノイズの話、その外部で周りからメディアからいろんなこと言われているんだけど、その中で選手たちの気持ちどうなのか。ジョニー・エヴァンズ、マノズマッチに選ばれたジョニー・エヴァンズを試合後にそれについて聞かれたところ、影響があることを 認めました。選手たちはその話を聞いて、メディアの論調を聞いて、普通に選手同士でその話にもなっているということを認めました。だから影響は感じる。それでも切り替えてプレイに集中するしかないという話もしましたけれども、これだけ世間的に監督がいろいろと言われていることが、もちろん選手たちが気づかない。 わけがないし、それは影響があるということをジョニー・エヴァンズが認めました。写真はポストコグルの雨の中、試合後の渋い表情ですね。その上の方の見出しをポストコグルブラスツス、Worst s p u r ディスプレイ。まあ自分が監督になってからスパーズの一番ワーストの 最も悪いパフォーマンスだったというふうに試合後に話しました。土曜日の試合について日曜日新聞スポーツライン1面も少し紹介したいと思いますけれども、まずサンデーのデイリースターですね。winners and sinners という見出しですね。winners は アーサルも勝利、リバプールも勝利、マンチェスシティも勝利、もう優勝争いに絡むことが期待されているその3クラブが3つとも勝利をしました。それぞれの 意味で難しいゲームとなったかもしれませんけども、強いチームらしく勝ちきれました。それに対して、Sinners これはマンチェスティーナイトの試合の前の話でしたけども、ハリーマゴアヤのコメント。Sinners は真は罪を犯すということで、えー、ハリーマゴアヤの話では、それ選手たちが悪い。結果が良くないのは選手が悪い。その我々は監督のためにプレイしないといけないというふうに話しました。だから悪いのは監督じゃなくて、 選手,選手の方が罪を生かしている。それがセーズの話になります。Sunday Telegraph は、ブカヨ・サッカーの話をしています。えー、サウスハントンに先制点を許したゲームですけども、アースなはそれでも逆転して結局3対1の勝利を挙げました。ブカヨ・サッカーが1ゴールと2アシストの大活躍で、これでプレミアリーグ 第七節でもうすでに7アシストを記録しています。圧倒的にプレミアリーグの誰よりも多い数字ですけども、アルテタヘイズ、l unbelievable サッカー。もう信じらんないほどいい活躍をしてきれてるサッカーをアルテタが賞、えー、賛という意味ですね。最後に、えー、the sun, Sunday sun のスポーツラ一面ですけども、 アリソンの話ですね。見出しが結構優秀だなと思います。気の毒の話ですね。アリソンがハムストリングの怪我で1ヶ月ぐらいの離脱になりそうですけれども、それを取り上げた The Sun はアリー KO'd という見出しにしています。KO'd はまあボクシングの KO、ノックアウトの略ですね。えー、という意味になるんですけれども、まあ、1ヶ月に の離脱になるから KO とノックアウト、もう試合に参加できなくなる。という意味ですけども、アリソンはアリに略して、アリー KO っていう文字にすると、モハメドアリのことを思い浮かびます。そういった連想で見出しにしています。まあ、出したのは、えー、っと、昔の理由があって、 フットボールファン、特にリバプールファン、特にリバプール市民には嫌われている新聞でもあるので、リバプールファンがこれを見る、見る人、どれくらいいるかちょっと疑問に思いますけども、まありオ o というちょっとボクシング関連っぽい、えー、見出しにしています。他の試合結果をおさらいしますけども、まあ、リバプールはパレスのアウェイ戦で0対1で勝ち切りました。アースナルはサウスハント相手に逆転して3対1で勝利しました。ブレン ブレントフォード5、ウルス3というすごいゲームがあったんですけども、これでですね、ブレントフォードがそれまで3試合連続前半1分で先制していました。この試合でもう1回それができれば、もうプレミアリーグ新記録になるところでしたけども、 できなかったんだけど、それでも1分と15秒で先制点を決めることができました。すごい。もうスタートが早いっていう最近のブレントボードを見ていても目が離せない。キックオフから特に見ていて集中しないといけないんですけども、トマト・フランク監督が試合後にちょっとジョークして、えー、その秘訣は練習場でコインポストの練習をたっぷりとしているというふうにジョークで言いました。レスターシティがやっと勝っています。ボーマース相手にレスターが 1>, 1対0と、えー、カンプ勝利をあげました。マンチェスターシティ、フラム相手に3対2の勝利をあげたんですけども、フラム結構ね、試合を支配する時間帯まであったくらい、ちょっとマンチェスターシティらしくない部分もありました。もちろんシティも過密日程が続いていて、ロドリーの 怪我の影響もあるかなと思いますけども、今シーズンのフラム、マルコシルバのチーム、本当につ強い戦いぶりを見せていると思います。暗い雰囲気が続いていたウェストハムですけども、イプスイッチ相手に4対1と、 本当に本当に大切な勝利を挙げました。ロペテキ監督の新体制で、ちょっと得点力不足の問題もありましたし、この監督で何を目指しているのか、もう一回負ければやばいんじゃないっていう雰囲気があったくらいですけども、けたから、開けたら、 えー、昇格組のイップスイッチャー相手に4対1のいい勝利を挙げて圧倒的に今シーズンのベストパフォーマンスを見せました。イップスイッチャーずっと引き分けが続いていてなかなか負けないチームだったんですけども、えー、昨シーズンの後半戦でローン選手としてウェストハムでしばらくプレイしたカルビン・フィリップスがその会長に戻って前半1分に 大きなミスをしてしまって、ボールを失って、先制点を許してしまったシーンもありました。その後、イープスウィッチが切り替えて、5分でデラッ,ップのゴールで同点に追いついたのですけれども、ウエスタハムの縦のプレート、プレスが結構機能して、前半の最後の方に、だいぶイープスウィッチを押し込むようになって、またリードして、そこから後半は余裕を持つことができました。エバトン対ニューカッスルは、0対0の引き分け、 でしたけれどもアントニー・ゴードン、元エバトンの選手で、えー、移籍した時、エバトンサポーターがすごく悲しい思いというか嫌な思いをしました。ニューカッスルで大活躍をしていて、PK の時気持ちの整理に力を入れて安定して決めているということが、その話が有名なゴードンですけれども、まさかフルスを相手にアウェイでグルソンパークで PK のチャンスが来て、ゴードン いつもの冷静さを見せることができず、あんまりキックに力が入らなかった。その PK がピックフォードによって止められて、グルソンパークの雰囲気がもう大きな声援、大きな大きな声援が上がりました。もうそう,そういうのもフットボールですけれども、結局0対0の引き分けになりました。 月曜日の、失礼、日曜日の3試合は、まあ、ラ・ユナイテッドゼロチェルシー・フォレスト、チェルシー先制点を、えー、許してしまいましたけれども、結構すぐ、えー、また反撃を見せて、同点に追いついて、結局1対1、ウォード・プラウス、えー、もともと獲得したフリーキックを自分が蹴って、それが、フォレストの先制点につながりましたけれども、ちょっと、彼が、 中盤の底で効率することもあってカウンターを食らうときにかなり守備の負担が大きくなってイエロー2枚もらってしまっても2枚目は ちょっとな、コントロールミスの後、えー、倒れてボールボールに手を出して握って、二、えー、2枚目のイエローをもらったのですけれども、カウンター食らう前にそういった対応をしちゃって、レッドとなったんですけども、まあ、結局、チェルシーが、えー、残り10分で追加点決めることができず、1対1で終わりました。で、ブライトン対スパーズ、スパーズ本当に前半素晴らしいプレーを見せまして、 えー、もう過密日程の影響を感じず、このチーム強いなと前半だけ見て思ってたんですけども、ブライトンが後半立ち上がり、エストピニャンを投入してから、ミトマがどんどんゲームに入って、エストピニャンが左サイドでオーバーラップしてくれて、ミトマがよりカットインして、 スパーズいきなりポロのサイドの負担が大きくなって、三マがどんどん活躍するようになったんですけども、もう三笘のプレイが現地ですごくすごく高く評価されました。また今シーズンの三マカール選手がプレミアリーグのエースの一人となってますけども、彼の大活躍もありまして、ブライトンがスパーズ相手に大逆転して3対2の勝利を挙げました。最後にちょっと順位表見ていきましょう。リバプールが首位、ノッティンガンフォレストのホーム戦だけ 負けましたけども、それ以外は全部勝っています。マンチェスターシティもアーセナルも無敗ですね。5波。 5勝と2分けで17ポイントですけども、それぞれ2位と3位、4位はマレスカ監督、マレスカ新監督のチェルシー、勝ち点並んでいるアストンベラが5位で、ブライトンが6位になります。ボトムハーフ見ますと、マンチェスティユナイテッドは14位ですね。確かに、失点は8失点しかしてないんだけど、得点が5。 にとどまっていて、それよりも少ないのはサウスハンプトン、19位サウスハンプトンだけですね。サウスハンプトンはまだ0勝1分け6敗と1ポイントしかないんですけども、同じ成績のウルーズもですね、ちょっとガリオニール監督の 原子評価がちょっと落ち始めている。原子サポーターが前節まではもう難しい日程が続いていることを認めて、ガレオニールサックシーズンの蓄積もあって、まだまだ支持していた、評価されていたんだけど、今節のブレントフォール戦は期待していましたで。それでもすぐ先制されちゃって、結局5失点して、3得点も上げたんだけど、5対3の負けを期して、 もしかしてこの監督ではもう難しいかもという雰囲気ちょっと変わり始めています。もう代表ウィークでその要因が続いてしまうのですけれども巻き返すことが果たしてできるのでしょうか。ベンメイプリでした。どうもありがとうございました。